いやなていいねなんかちょっとチェックするすごい画像悪くないこんばんは。始まってるのみな、うん、さん、ハローカショーハローカショーょう始画像悪い、うんまあ、ライブだとこんな感じだけど。 電気つけるうん、そこに電気つけるかダイトを用意した方がいいんじゃないですかこんばんは、皆さんどううんあんまりいや、大丈夫こんばんはあ、そうそう、そこ拭いて綺麗、うん、きになったちょっと拭いた、あの毛布で 拭いていやもう一回拭いた方がいいみな <laughs> さんハラ2カ、は、所、い、YouTube であのダイブするのすごい、うん、あの YouTube 始めた頃以外以来お久しぶりです、ね、久しぶりなんですよね、はい で、なんで今日 YouTube ね、ライブしてるかと言ったら、あの、なんかもうバタバタしてて、編集が間に合わなくて、あの火曜日が一応ね、更新日なんですけど、うん、なので、久しぶりにちょっとライブしてみようかということで、ライブを始めさせていただきました。ね、いつもご視聴ありがとうございます。今日はお好み焼き屋さんでした。 モンジェ焼きでしょ拭いたら綺麗になった。コメント見えるのあっ今日はもんじゃ焼き屋さんでもんじゃ食べてました。えいつぶりだろうな YouTube のライブをやったのは。YouTube のライブよりやっぱインスタライブの方がたくさんの方が見てくれるからじゃあインスタライブやればいいのかなと思ってたんだけど。 久しぶりだからちょっと YouTube ライブやってみようかということで、うん、YouTube ライブやってみました。ぜひぜひコメントは全部拾いたいと思う。そうだね。あの、すごく少ない人数の視聴者の方なので全部拾えると思います。みんな集まってください。あの、いつも二ヶ所夫婦のあの動画 コメントいただいたり、たくさん見てくれたりして、本当にありがとうございます。ねえ皆さんあの、地道なんですけど、ちょっとずつ、ちょっとずつ、あの、ほど、あの、登録者数も増えていって、うん、年内、あと2000人ぐらい、いね。行ったら、1万人、いや、それであんたしつこいって言うけど、今日の収録が何回も言ってるからしつこく感じるけど、<laughs> 今日これ一発目なのよ、まだ言ってるの。<laughs> こんばんは、二人ともいつも素敵です。ありがとうございます。何さん,ん,ん ?TK さん ハナさんこんばんは。サミーさんこんばんは。アキンコさんこんばんは。のりこさんこんばんは。ハナ <laughs> さんこんばんは。最近インスタライブも全然参加できてなかったんで嬉しいです。こんばんは。んんは世代近いです。ありがとうございます。でね、今日はね、いや、あんトローくん何食べたのトロー何食べたのの、ねえ、なんか落ちてたんじゃないトロー、こっち来て。おいで。 てワンバンコ。トロんこんばんは。何もないためだんトロ。気をつけ口に見ていや。飲み込んでんの。はい、腹に化粧だわーんって。気をつけ、トロ君。の、気をつけ、相手ならい。トくんわ、トロ誰あの人。トロ ねえ、噛むんだったらママ来るよ。気をつけ。みんなら、いい失礼します。トロ君えー、君こんばんは。みきさん、こんばんは。ノートロんだったらあっち行っても。どっち行っておめさん勝手になくしこっちは、トロんこっちジャンプして。こっちで、ね。こっち、ね、トロんえー、皆さん何してますか平日ですね。こっちへ、ね。トロん抱っこしたきこっちで、ね。 トロんは今日も幼稚園に行っておりました。ねトロんね。うん。<laughs> こんばんは。わ、続々と集まってきてくれてるみんな。はい、トロんシャンプーしてふわふわです。獣の量も増えてね、ふわふわになってきました。いまだにトロんはね、外でチワワに間違えられてます。だいぶね、毛生えてきたんですけど、ロングコートチワワに間違えられちゃうみたい。 こんばんは、ニカさんのお弁当作り YouTube みたいです。あ、お弁当 YouTube、朝あなた撮影してみるうん。か、とんでもなく簡単ですけどね、タル君。う。ん。なんかついてると、お手してんだけど、私のゴムが欲しすぎて。 お手してんのとど、待て。うちょ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 。ろけに何かついてる。トロくんは誰が一番ですかトロくん誰が一番ですかお座り。お座り。お手。お手。ニガのことは奴隷のように扱ってます。おかあはい、ひろこさん、始まってた。こんばんは。これは。 あなたの。こっちに集中したよ。違う。私のゴムをすごいです。いつも。こんばんは、皆さん。結びたくないんだけど。すごいね、私のゴムが好きなの。 お二人の100の質問動画面白かったです。ありがとうございます。楽しかったですかでで、ね、何の質問が一番面白かったですか,か誰これ何の質問が面白かったですかねくん。始まってた、こんばんは。 トドくんのご飯代にどうぞ、えー、!610 円え、なにこれってなんかそういうのできるのスパチャ。スパチャスパチャありがとうございます。まあ,ありがとう。バニク買います。<laughs> <laughs> <laughs> ありが、え、これってなにスパチャできるの ?YouTube って。ああね、YouTube がスパチャって。あ,あ、そうなんですか。トドくん、ありがとうございますって。はなちゃん、ありがとうございます。僕はバニク食べます。<laughs> ありがとうって。よかったね、ドロちゃん。 ね、お菓子もらえてね、お菓子買いに行こうね。ねトトお弁当作りじゃあ撮影しようか。うんあの、オンラインサロンではやったよね、一回。手抜き弁当じゃない。ね、オンラインサロンで一回やったと思うない。ね朝ね、お料理レッスンを朝に持っていて、みんなのお弁当作ったことあったよね。 あ、意外にもう90人集まってくれてる。ありがとうございます。なんか逆に、二箇所夫婦の動画、これがやっぱり面白く、私たちやっぱり爆買いなのかなとか思ってるんですけど、その他にもやってほしいコンテンツとか、あの、こういうの面白かったとか、もうちょっとこの動画、こういうのが欲しかったとか、逆になんかいろいろ意見言ってくださると、あの、いつもね、二人で作ってるからね、うん、なんかそういうの、なんか役立って、

ねえ、若いだよ、若いだって言って。うん、検証動画やる、うん、?Vlog ですか ?Vlog 見たいです。どういう Vlog が良い ?1 日を Vlog してみた。だいたい Vlog って1日だ。Vlog ね。 Vlog この間撮ったじゃん、トロの散歩、キスの買い物。うん、ああいう感じだよね。うん。あ、でもキャンプ行こうって言ってるか、それがいいんじゃない一日密着やっぱ皆さんそういうの見たいんですよね。一、うん、日密着を Vlog みたいな感じで、じゃあ今度撮りましょうか。あとあれも言ってたじゃん、お互いの予定を、お互いが今からどこどこ行ってます。 この時間僕はここです。ニカここです。お互いカメラ2台でやるっていうのもあったよね、うん。ルックブック。今そういうの撮ってます。撮り終わりました。撮り終わりました、ルックブック。そしてね、秋の私の小物とか、そういったものの撮影も終わりまして、あのー、結構面白い企画3本撮り終わりました。<laughs> 企画っていうより日常が見れるのがファンとしてはたまらないと思います。 日常ってどういうの例えば。教えて。キャンプいいですね。えー、もう、ねえねえ、じゃただ、夫婦でさ、飲んだくれてる日とかは、うん、いつもさ、夜飲んでるじゃん。そういう時の、ただの夫婦のリビングでの団らんとかそういうやつですかそういうやつキャンプいいですね。パパラッチ風コーデ。 あそれは取りました。今回、秋冬。すごい、105人見てくれてる、うん。皆さんありがとうございます。どんどんコメントください。ちょっとせっかくだからコメントたくさんもらいながらやりたいですね。はい、私もゴルフしてるので、ゴルフのもまた見たいです。そうですか。ヒコさん、ゴルフ熱下がってるんじゃないの下がってるね。 今日はね、トロ君のリードがああの手作りあのオーダーしたのが届いたので、こういうのをユーチューブしようかなと思ってます。うん、ね、タカ君。タカ君こちらで。トロ色。 子さんがよくこれが部屋と同化してこれだけがうんちに見えてるみたいで。にカラそうだど。トロがうんちしたって,って。今日の朝。<laughs> 飲んだくれみたいですだって。特別な予定がない普通の日の一日を見たいです。マジでそれ再生取れると思う本当に大好きな人は見てくれると思うけど、あっさーく私たちを見てる人たち見てくれるかな、うん、そういった意味で YouTube ってすごい難しくって、あの、 コバファン層じゃなくって、万人の人も見てくれるような動画作んなきゃなぁとか思うの。でもど、飲んだくれは見たい飲んだくれた悪態ついて大変な状況で。ね皆さん。だから、すごく YouTube はね、なんかあのー、 例えばその今ね、視聴してくれてる人とかも7割8割方の人が登録してない方なんですよ。で、登録が今8000人近くいて、多分登録の割には再生が結構伸びてるチャンネルの方だと思うんですよ。いろんな方に言われるんですけど。っていうことは、えっと、登録をされてない方が結構見てくださってるっていうのもあるので、そう思うとなんか、 なんか、あまりにプライベートに寄りすぎてると、そんなに私たちに興味あるかなとか思っちゃうと、なんか YouTube で悩んじゃうのよね。だからみんなの意見が聞きたい。ニカさん、いつも素敵ですって、スキンケアみたい。再生回数増やしたいんですかやるからには増やしたいです。たくさんの人に見てもらいたいです。ジュエリー紹介みたいです。作ってない感じの一日みたいです。こんばんは、今帰宅しました。 あまり買わないだろうが、プチプラユニクロ自由コーデよ、万人受けなんだよ。うん、あ、ユニクロは今度やるんです。有名スタイリストさんとユニクロに行ってみたみたいなのをやるんです。ちょっとネタバレですけど。<laughs> <laughs> <laughs> 飲んだくれみたい、飲んだくれ人気だね。<laughs> シャネルのコレクションが見たい。今度、靴のコレクションが出ます。 登録、コメントもいつもしてます。ありがとうございます。ニカさんの小さいところから行っている行きつけのお店。なるほど。それは大観山とか中身具とかになるかもしれない。えー、爆買いバーバじいじを突き進んでほしいです。えー、ニカさんのお団子かわいかったです。なんでかね、取っちゃったかっていうと、トロんがずーっと私のシュシュをかじってとか取っちゃったのも、あのシュシュ高いから、 かじられたら嫌だから。すごいよ、ひこさん。156人も見てるよ。すごいですね。すごい最高かも、YouTube の中で、今までの中で。ありがとうございます。嬉しい。その時よりも5000人ぐらい増えてるか。そう、YouTube で、なんか数がやっぱり現れると、なんかこっちもその、ドキドキしながらやってるから、合ってるのかな、この動画とか。うわ。 これちょっと、なんか再生回数でしかな、なんか見るでしか、なんか分析がなくって、うわ、ちょっとこれ一人よがりだったかなとか、え、美容人気ないんだとか、なんかいろいろね。だけど数じゃなくて、例えばこういう言葉とかで聞くと、また違うことができるかもしれないから、やっぱり YouTube ライブってちょっとやった方がいいかもしれないね。はい、スキンケアが見たい。 定期的にザラコーデね。ああ、取りました、今日も。コートコレクション、コート、ああ、この時期だからね。ねえ、取りました。お料理ライブですか。お料理ですか。結構お料理人気あるんですね。まあ、定期的にザラをやっていきましょうか。そうですね。ニカさん、ヒコさん、こんばんは。こんばんは。ハロニカっショー キャンキャン時代の雑誌を見返して裏話とかはええー、でもさ、なんか私のキャンキャンのさ、同期とか、後輩とかみんな有名人になりすぎて、いいんですかそれ。バン食らわないですか<ン>それがちょっとこい怖いです。みんなめちゃめちゃ有名になってるからさ、なんかさ、軽いこと言えないじゃん。えー、ジムウェア、コうでもみたいです。ジム行ってないです。えー、あと、リアルな喧嘩シーンとか。 だってさ、リアルに喧嘩してるカメラ回すか普通。はい、ま、カメラ回りましたって言って、喧嘩するしないでしょ難しいよね、それ。喧嘩してるときに誰かが回しててくれるとかしないと難しいよね。あらーー、方向で。占い YouTube 見すぎていて、飽きたのでこっち来ました。<laughs> あ,ありがとう。<laughs> ハロニカショー。ありがとうございます。ありがとう。すごい,い,い、すごい増えてきてる。172人も見てる。 ねこちらのチャンネルは皆さん参加型のチャンネルでこれからの実用的な防寒服みたいです。うん、あ、でも今日、まあ、あまさに今の時期のコーディネートを取ったんですよ。あとバッグとか靴とか小物も取ったんで、それがボンボンボンと上がるかもしれないですね。で、その後は真、まあ、冬の防寒もやろうかな。結構あ、うん、そうかな。クローゼットが見たい。 ドッキリが見たい。ドッキリはね、やらせじゃなく本当にドッキリしたいと思うので、いつか仕掛けます。えどういうことそれ前にさ、計画したじゃん。うん。ニカにムカついてる時にドッキリかけクラブでパーティーを主催するハロニカ賞こんな時期にできないよ、まだ。今だったらできんじゃない今日のアクセサリーが知りたいです。これはね、 あの金の金が安い時に私たちよく金買うんだけど金が安い時にあのなんだっけあそこの場所あめを御徒町で買うんだけどでこれは彦さんがあのパール持ってる人もいいと思うんだけどあの今さ男の子とかがさファッション的に淡水パールつけるのが流行っててでひこさんがさ趣味で作ったのよ私とひこさんの分カラーストーンつけてる、うん 今日はカラストンの方じゃないんだけど。で、それしたら、インスタライブしたら、みんなが欲しい欲しいって言って、ひこさんが手作りで、あの、友達と一緒にみんなで作ってて、ひこジュエリーっていうのができたの。で、この間それを販売したんだよね。そう。だからみんなお揃いの人いるかも。ひこ、うん、さんとリンクコーデが見たい。トロ散歩が見たい。トロ散歩ちょっとアップしたよ、この間、キスの時に。うん、もっとトロ散歩が見たいってこと こんばんばは何かすごいコメントたくさんもらってて嬉しい。嬉しいです。パールはずっとつけっぱなしですかお風呂は外す、ねうんで。あとこのつけ方がわかんない人がいて、なんか不良品ですみたいなこと言ってる人がいるんだよね。<laughs> そう。だからこのバテンのつけ方をヒコさんがサイトで動画に載せてくれるみたい。くるくるくるって回すんだよ。ヒコジュエリー再販ありますかあります。 手作り、めっちゃ意外で素敵。うん、そうなの。あれ、気をつけてないんだ。んだコストコの爆買いみたいです。あれ、こないだ、うちのパパとママとみんなで爆買いしたのあげてるけど、うん、あげてる。あれ,まあ、あれも見てくれたんじゃん。あれも見てくれたのかな。私たたち、カインズ行きたくて。カインズ行ったら見てくれますカインズ流行ってない。どこのカインズがおすすめですかね。カインズ行きたいんだけど。東京から近くて。 ニカさんのワインに合うおつまみ料理動画みたい。なるほど。こんばんは。あ、小島さんだ。こんばんは。オンラインサロンのメンバー結構見てくれたよね。これはカラーが、石がない方なんだけど、今日はこっちをつけてます。でこれが金具がヒコさんが手作りで馬蹄で作ってるのね。でこれをみんながさ、つけ方わかんない人が一緒にいるらしいんだけど、こうやって入れてさ、ぐるっとま、ぐるぐるぐる,ぐる回していくのよ、こうやって。 回していったら取れないからね。シェーンダンクルと同じですけど、うん、カインズ、鳴らしの鳴らしのあるんだ。なんかいいカインズないですか皆さん。カインズ行きたい。今からご飯食べます。ライブ見ながら。何幸せ。ね,ねえねトロ君にもこれ作ったら、翔平、こうやって。うん、ワートロ君かっこいい。 パールつけてる太郎くん大阪でバックアンド観光ね。大阪行きたいですね。<あ>でも大阪はね、<も>オフ会とかをね。ね W ホテルの動画作ってよ、うん、キコさん、あれ。前 W ホテル泊まったとき。伊勢神宮も行ったじゃん、あれ。作れないな、うんとか、Vlog で。うん、ね伊勢神宮に行ったときがあって、そこの日の日にあの W ホテルに泊まったの。それをあのコロナだったから、あんまりなかなかできなくって、それできない い感じじゃないんです、ね、5分でいいから 5, 5分の v イログで男性がつけるパール初めは抵抗ありましたそう、うん、でもね今はね<も>流行ってるからねメンズの方が多いんじゃない,多い,んじゃないかしら、えー、今断捨離してて収納が見たいですわかりましたそれは近いうちにやると思います、うん、私たちも断捨にしてるんでえー、っと すごいすごい。どんどん増えてきた。183人。そう。なんで今日は久しぶりに YouTube ライブしたかっていうと、火曜日にだいたいあげてるんですけど、なんかあの、あげれなくて、カインズペットグッズいっぱいあって好きです。だって。うわー、それ私たち行かなきゃダメですね。あとなんか観葉植物とかも売ってるんでしょなんかすごい私カインズに行きたくて、カインズも、 カインズ商品結構出てますね。あ、そうなんだ。行ったことがなくって、うん、逆に何買えばいいんだろう、カインズで。こんばんは。パールのブレスレットは販売予定ありますか今のところちょっとまだないですね。なんか問い合わせが希望が多かったら考えてみます。ブレスレット、うん、うん。まずはネックレス。うん、結構手にあの届いた人が、 あのカラーストーンの方買った人が今度はじゃあただのパール買ってみようとか結構やっぱ重ね付けしてみようって、うん、<え>こちらカインズだらけひろこさんこちらカインズだらけですお名前読んだらいいでヒこさんタラくんカインズはペットも一緒にお買い物もできるねあそうなんだでしかもカインズってさってカインペットの販売しなくなったんだっけ 保護犬だけになってくる、ね、どういまいみかちゃんの爆買い動画めっちゃ好きです。いつも先生い,いなっています。ヒ、えー、コジュエリーおそろです。ありがとうございます。マイさん。ドみんなに可愛いお顔見せええーえー、カインズってドッグランもあるんだ。 え、それなすごいですね。ねえ、やめてとる。噛まないで。なあ。<ー>え何、保護犬だけでどういうことうんだからそのペットの販売がしなくなった。え、カインズってペットの販売してるのしてたじゃん、この前。え、小島じゃなくてそれえ、じゃあ昔、昔あのさ、ラビットの撮影した時にして、れしてたじゃん。カインズそうなの だって、書いてあるよみんな。<laughs> んペットグッズもいっぱいありますよ。違う違う。ワンちゃんを販売してんの、うん、え、ワンちゃんが買えるってことペットショップある。確か。あ、そうなんですか。カインズ行ったら爆買いしたいそうですねトロコが大きくなってます。そう、トロコね、体重は変わらないんだけど、毛がすごい増えたの。<laughs> すごい怖かったよ。違う違う、iPhone が滑り落ちてきてる、iPhone 取ったり、ね。ね。 ねえ、無駄に怖がらせないで。ねえ、自分の力のせいで iPhone が滑ってきてるの、うん、さんがにかさんにメイク、彦さんが手料理振る舞ってみた、ドライブ、夫婦と、確かに彦料理の作れない彦さんがお料理作ってみたっていうライブ、いアズは。うん だって鍋と餃子しか作れないじゃん。ケイ、うん、君はお部屋にいます。友達カインズのペットショップで働いてました。え、ペットショップがあるんだ。うん、もうなくなっちゃったわけであるけど、うん、保護犬しかいないんじゃん<ー><て>。ああ。でも、日本もそうなっていくべきだよね。えー、辻堂のテラスモールでお買い物動画なんかみたいです。湘南にあるニカさ,さん、ヒコさん。 確かに。宮崎ハワイにつき、またね、旅に行きたいですね。福岡とか行きたい。ニかさんたち、バチューロって見ますか未来です。え、私とケイ君は見てるよ。これはもう、まあ、好き。<laughs> いつも怒ってるよね。うん 仙台来てください。仙台ね、この間行ったね。この前行きました。み、あの。意外に近くてびっくりした。お弁当が美味しかったね。仙台でサーフィンしたいですね。<台>真冬になる前に。え、サーフィンできるの?。うん、波。あ、かんなちゃんだ。こんばんは。はらにかしょう。えー スリーコインズで爆買い。<ー>私、スリーコインズ大好き。ね、スリーコインズのタイツがめっちゃいいの知ってるみんな。10万円でどれだけ買えるか。スリーコインズで、うん、?10 万円なんて絶対使わなくても爆買いできるよ。5万でも爆買いできるよ。珍しく YouTube ライブなんですね。はい、今日やってみました。明日、トランポリン届くみたいです。あー、私がプロデュースしたトランポリン。 いつもインスタ見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか今日はいろんな方が見に来てくれて、もう200人ぐらい見に来てくれてます。ご夫婦でゴルフ動画見たいですって言いますか。じゃあやっぱりみんなは何ともない日常の Vlog が見たいってことね。じゃあそれ一個やりましょう。あと飲み散らかし。えー、ス3ーコインズのピアスクオリティ高いんだ。わかる、知ってる。こんばんは。 寺もにもスリーコインズ大好きなの優秀にも来てほしいです。キャンプね。キャンプ,キャンプしますで、ね、も近いうち。トロ君も一緒に。スリーコインズのタイツ、前ニカさんに教えてくれて買ったらハマりました。スリーコインズのタイツ優秀なのよ。あ、スリーコインズで爆買いしよう。ハンガーとかもいいしね。ヒコさん多彩で尊敬してます。何でもできるんです。ありがとうございます。 旅行動画ね。横浜中華街はこの前ね、占いで行きましたね。あ、インスタンストーリーに今 YouTube やってますって、ちょっと一瞬あげるわ。あ、無印はね、ずっとやろうやろうって言って、なかなかできてないので。 無印、無印動画はやりたいと思います。うん。飲み散らかしね。皆さん、ハロニカしはやりますね。今ですね、えっ、ー、と、告知してたんですが、YouTube で、YouTube 生配信中です。うん,ん何嫌な仕うほとんど見えなかったです。なんか私の,あのレンズが、 トロ君のベロでなんか曇ってて全く見えなかったです YouTube ライブ遊びに来てくださいひこさんの料理みたい私の料理今ですね俺す料理だけはできなくてね YouTube 生配信中で、ね、すっごい曇ってる私もソニッカも可愛くて好き再販してくれて嬉しいそうコートとかも再販しますからね皆さん ね、YouTube 切らずに。ヒコさん、ニカさんでリーバイスをかっこよく着こなしみたい。リーバイス。リーバイス、懐かしいね。デニムオンリーで出かけてみた。みなさん、ハロニカショー。こんばんは。今でですすね、えー、っと告知してたんですが,んがんニカの iPhone ケースは名前入りです。 音切れないほとんど見えなかったみえ村人呼んでくれて今インスタもう忘れてる人がいると思うので告知しましたえー、料理できるかな 料理と歌だけ苦手なんですよね。名前入りです。これ、インスタのフィードに昔アップしてるので、よかったら見てみてください。料理やってよ。ニカさんの iPhone ケースは私と一緒です。私が真似した。この間、ソニカのようにポリエステルキトゲーつって面白いておします。素材を聞く人がたくさんいらっしゃいましてありがとうございます。 私もこの呼びめっちゃよ。ありがとう。うん、私忘れてアリサさんに呼ばれてきましたから、そうなのよ。忘れてる人もいると思って、今インスタで告知し直しました。こんばんは。こんばんは。本当に YouTube、あの、私たちを認識してない人とかも結構ね、 ほんと見てくださったり、あと、インスタをやってない人とか、ブログをやってない人で、キャンキャンをずっと見てくれてた人とかが、え、ニカちゃん YouTube やってたんだって、再びニカちゃんを見るようになりましたっていうような、やっぱ私が雑誌のモデルやってた頃って、そういう SNS なかったから、なんかそれでまた思い出してくれた人とかも結構いたりしてね。ハロニカ章。ありが、あの、ハロニカ章。あ、増えてきた、増えてきた。 <laughs> YouTube のクオリティがどんどん上がって毎回楽しみにしています。ありがとうございます。ます本当に初期から見てくれてた人たちは、もう本当、ひこさんがね、うん、編集やってんのも温かく見守ってくれて、本当感謝です、えー。パールの再販あったら自分のと旦那のお揃いで購入したいです。ああ、いいと思います。もっと頻繁に動画見たいです。再販しますね。 ヒトさん、編集。編集っていうか、今ね、撮影が間に合ってないんですよ。ソニックのツイードワンピース購入しました。ありがとうございます。そう、私、NIK は本名なんですけど、芸名が NICA なんですよ、地味ですけど。YouTube 登録者数もっと増えるといいです。会社で宣伝しておきます。ありがとうございます。ありがとう。だってあと2000人なんだよ。そしたらプレゼント企画やりますから。 もっと頻繁に動画見たいです。頑張ります。ケース2かじゃなくて2かっていうんですね。そうです私の CM インスタとかやってなくて YouTube だけでそ,そうなの。意外にね。YouTube がね、だんだん減ってきてる。そう。あの、私、あの、私が雑誌出てた頃って、80万部とか雑誌が出てた頃で、本当にたくさんの人見てくれてたんだけど、今分散されてるじゃない。 で、私、ブログとかインスタをやってたんだけど、YouTube やったら、え、ニカちゃんだって言って、思い出してくれてる人がね、すごいいるの。で、それがまた嬉しかったなと思って、やっぱりその、SNS、あの、ネガティブユーザーだったりするじゃん、私の世代って。だから、また YouTube でお会いできた人もいて、すごい嬉しいです。彦さんが自分より年下なのがびっくり。年下。ロンバゲ見てたらニカちゃんがいそうでした。 世代的にうん。アリザちゃんに教えてもらってよかった。ヒコさんの、ね、100の質問迷わずにかと答えるヒコさんがかっこいい家の旦那さんを19、あ、コメントくれましたね。お二人大好きです。ありがとうございます。プレゼント欲しい。おフ会いのおふくいります。確かに。でもドレスコードないから大丈夫だよ。プレゼントの企画楽しみ。だし、あと私の爆買いのブ、ハイブランドとかの、あの、 フリマというかプレゼント企画もしたいです。とにかく1万人になったらやりましょう。みんな親戚、縁者、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、友達。ね、みんな呼び寄せて、なんとか私たちニカ所チャンネル1万人に皆さんの力でしてくださいね、ひこさんで。お願いします。<え>で、ひこって、さん、本当にインスタ1万人になったんだよね。<laughs> こうやってお願いしますとか言ってやってたら。コロナはまだった、ね <laughs> オフ会行きたかった会見賞。確かに会見賞だったね。確かに。目指せ1万人。目指せオフ会やります。あの、オンラインサロン今やってるんですけど、オンラインサロンが今、えっ、ー、と、300人弱ぐらいいらっしゃってて、で、そこで、あの、コロナがやっとちょっと落ち着いたんで、みんなでランチ会やる予定です。枠外 BBA 企画が好き。 もうすぐ。もうすぐなの。本当に。だからもうみんなのお力最後振り絞りで何とかください。お願いします。12月 1, 1年なんですね。なんでそこで1万人で飾ってプレゼント企画やって、この1年を締めくくりたいわけよ、私は。ねえですね。あの、パン屋とか行ってやったら1本目の動画パン屋喧嘩してな、あの時。 YouTube 始めた頃めっちゃ喧嘩したじゃんもうねめちゃめちゃ仲悪くなって YouTube 始めたら何とかだって言ったじゃんえいつ終わんの編集みたいな年内に行くといいですねお願いします何とか もうお子さんいる人はちょっとなんか興味ないけど、あの、鬼ヶ島夫婦、あの、ママのあれだから押して、押してって言って、それでもいいですから。えー、こんばんは。ヒコさん、髭伸びんの早い。爆買い大好き。伸びんの早い。プレゼント企画さらに登る、うん、そうね。だから、9000人ぐらいに行ったらもうプレゼント企画やるって言おうかな。そしたら増えるかな。 もすごい相談ししてるんでしょう、ね、プレゼント企画でさらに登録者数増えそうですね。1年経つの早いです。なんとかね、ケりをつけたいんです、この12月で。ニカさん、またウォーキングレッスンしてくださいあ。そうですね、コロナ収まってるしね。それいいですね、うん、ヒコさん。ヒコトレと合体してふ。日課長夫婦トレーニングオフ会やりましょうか。うん それいいかも YouTube のコメント欄見やすくなってる気がする。確かに。インスタ映え見やすいですね。違うんです。あと、あの、なんか変えたんです。あの動画見てるときに、あの、右端の下に2箇所の漫画のマークがつくようになって、あそこ押すとチャンネル登録できるんです。何話してるのんえ、それ、それ変わったじゃん、だって最近。ライブ話して。ニカさん、モデル仲間とコラボとかしてください。モデルさんで YouTube やってる人いるかな ビューティブやってる人いたらやりたいですよね。うん、やってる人少ないんだよね。ニカちゃんの美脚羨ましい。企画考えて撮影ってなると時間とかも結構かかって大変だと思うので、Vlog で字幕とかもほぼついてない。ただ二人が喋ってるところが見れるのが一番最高な気がします。ありがとう、うん、考えてくれ,れ早速やるわ、それ。テロップ入れるのが大変なんでしょ、ヒコさん。テロップ、何しようヒコさんの手作業でやってますからね。 じゃあ、え本当にいいのねみんなのこの言葉に騙されてさ、ね本当にその、文字もなくさ、Vlog やってさ、夫婦の何気ない日常とか言って1000回とかしか回らなかったらもう、消すよ、私。大丈夫かな大丈夫結構そういう不安なんです。そう、モデルさんってお話が苦手な人が多くて、あの、お話 NG な人とかも結構いるんですよ、実はね。 ライブが NG とか。だから、みんな絡んでほしいって言ってくれるんだけど、お相手さんが意外に NG だったりとかもするんだよね。だから、どうだろうね。やってる人が多分、ものすごい少ないと思う。まあ、後輩とか、ま、押切り萌えちゃんとかね。後輩とかだったらやってるかな。萌えちゃんとかいいかもしれないね。 はじめまして、初コメントです。ありがとうございます,います、えー。YouTube いつも楽しく拝見させていただいてます。高校生の時から雑誌で日課さんに憧れていて大好きでした。爆買い動画面白いですね。どうもありがとうございます。本当に YouTube で私と再会した方もたくさんいらっしゃるので、私もすごい嬉しいです。なんかあの、やっぱりあの当時っていうのは雑誌がすごいかった時期で、やっぱり発信源でた雑誌だったから、 雑誌を本当にたくさんの女の子たちが見てくれてて、で、そこでね、なんかもう時を超えてこう、いろんな SNS で,で再開するの嬉しいですね。えー、っと、個人的にはニカさんのアフレコが大好きです。大爆笑。うん、<笑>最近やってないの、ね、アフレコ。 えー、ニカさん喋ってるだけで楽しい。ニカちゃん昔か大好きな私です。ニカちゃんのこと知らない年下ママ友夫婦がキス好きだったので、ニカちゃんヒコさんがハワイでキス行った YouTube 教えました。そしたらめちゃめちゃ興奮してましたよ。きっとフォローしたはず。ありがとう。とうもえちゃんとインスタライブコラボ懐かしいです。もえちゃんいいですね。もえちゃん子育て、そう、もえは今ね、二人目の子供ができたばっかだから、ちょっともえはね、今もうちょっと様子見たいよ YouTube どこでうん。 えー、Vlog いいですね。えー、ニカちゃんのトーク大好きすぎるお話うまいですね。ありがとう。ニカちゃんヒコさん見たくてな。えー、クリスマス企画として子供たちにヒカニコ、ニカサンタプレゼント届けに行ったら素敵です。あ、いいですね。子供食堂的なね。うん、えー、声聞きながら1、2分寝落ちました。コメント増えてる。ね、い寝なさいもん、そういう場合は。ねえ。えー、っと、え、トロ君どうしたの、うん、急に来て、ガム噛んで。うん ということでね、皆さんほんとたくさん人見てくれて、今日ね、実はですよ、火曜日っていうのは、YouTube アップしなきゃいけなかったのに、間に合わなくていろいろと。だから、次はもう木曜日、金曜日あたりにアップしようかなと思ってるんですけど、こっからちょっと撮影をバババッとしましたので、次の週あたりはバババッと出ると思うので、今週はごめんなさい。ちょっと一回ぐらいしか動画が出ないと思うから、ちょっと久しぶりにあの生配信してみましたけど、えーと、雑誌だ、え、 雑誌だと声とかがわからないので、初めてニカちゃんの声を聞けたときは、嬉しかったのを思い出した。ねえ昔はね、私が初めてテレビ出たとき、ニカちゃんこんな声なんだって言って、声出しただけでも当時は想像と違うとか、嫌な声だったとか、いい声だったとか、好きとか。だからモデルさんって声出さない分、声の印象がみんながそれぞれの声を 妄想してくれてて、そこに対してのコメントがものすごい多かったんですよ、当時ね。えアラフォーでも似合うミニスカートショートパンツコーデが見て、もうまさにね、もう今日撮影しました、それ。お任せください。それはもうすぐアップします。あれでね、プチプラでもできるしね。そうですね。 えー、ニカさんのカバンの中身チェック毎回見て爆笑してます。雑誌までめっちゃ見てました。ありがとう。ニカさんの初めてのテレビ生何の番組ですかもう覚えてないな。もう若い時に出たテレビの番組も覚えてないけど、もうひどかったと思う。覚えてないな。なんだろうな。若い頃の方がでもしゃべるっすもん、ね。いや、私一回ね、地方の番組出てその部位見た時に自分がひどくて引いたの。 あのー、でも、よーくテレビにやっぱりレギュラーして出るようになったのは30代の時の昼なんですかな、ね。あ、でも名古屋であの朝の情報番組やってましたね、昔ね。情報そうです。うんと、最初の頃のバレンタインデーに夫婦デートした動画がすごく好きです。あ、だからああいう Vlog がいいんだよ、ヒト、うん、さん。じゃあ、それ Vlog 撮ろう。 大草さんとのコラボお願いします。だって。とりあえず3人の子供と旦那に登録させるので4人は増える確定です。<laughs> ありがとうそういう一つ一つが大事 !43 歳で最近雑誌を買わなくなってしまいましたが、動いてるニカさんが見れてファインになりました。そうなの。私ね、雑誌とかブログとか、静止画で行ってたことをこの YouTube で私がやればいいんじゃないかなって今思ってるわけ。時代が変わって、やっぱりその、 表現する場所が増えてるわけじゃないですか。だから雑誌でさ、1ヶ月こうでとかさ、カバンの中身とかやってたじゃん。そういうのを私のチャンネルでやれば、当時のキャンキャンみたいなこともできるんじゃないかなと思ってます。はい、編集はひこさんが全てやってらっしゃるんですか、はい、たまにはこんなライブでも嬉しいですよ。あり,すありがとう。たまーにね、お手伝いで、たまにあの、人に頼むこともあるんですけど、ほぼひこさんがやってます。 えー、毎週子供のサッカー観戦しています。ニカちゃん、そんな週末のコーデ組んでほしいです。私、野球少年のママやってた時、とんでもない傍観してましたよ。もうおしゃれとかとは程遠い体中ホカロンを張りまくってました。昔、ニカちゃんの出てた名古屋の番組、毎週楽しみ見てました。あ、ベラね。ありがとうございます。えー、彦さんのスーツ姿やフォーマルな衣装も好きです。高身長でスタイルもいいから目立つ。 そうよ、彦さん。え、ヒコさん、髪の毛ださいね、なんか今日。あの、彦さん、結んだら。ヒコさん、やってあげる、やってあげる。こういうのが私たちのリアルな日常み見たいのみんな。貸して。ちょっと貸して。彦さん、昔髪の毛結んでたじゃん。変だよ、ちょんまげね。ちょっと貸して。ねえ、これ、YouTube に残るんだよ、だって。だって、今の方が変だよ、彦さん。 ちょっとその雑誌のシリーズをコーデにしてほしい、ヒコさんのコーデも好き。そう、だから私ね、企画を考えるとき、実は昔自分が雑誌に出てた時のさ、テーマとかあるじゃん。ああいうの結構思い出して、YouTube のテーマにすることも多いのよ。だから、 昔は動けなかったけど今は動くツールができたわけじゃないだから昔静止画でやってたことを動くツールでやろうかなっていうふうに思ってるんだよね個人的に2 <laughs> 二人のやり取りが面白くて最高ほら結ばしてひこ <laughs> さんイエスどっか行こうとしてない充電がなくなってきたあの彦さんじゃニット帽かぶってなんでよだって髪の形が変 なんんだもん流行ってんですよえ何でもさ流行ってるって言ったら私が多めに見ると思ってる若い子に流行ってるんだよって言ったら私が何でもさ分かんないから言いなりになると思ってるなんかみんな若い子やってんん違うね彦さん。TikTok に出てくる若い子のその髪型はもっと違う髪型なの。結構 K 君の髪型っぽいやつ。センターパートって言うんですよ。 違う。ヒコさん、ごめん。勘違いするか、めみんながやってるセンターパーツはもっとパッツンなの。でも、うちょっとセンターなの。<や>こんなおじさんが伸びきったみたいな髪型じゃないの。何を手ですよ、ね、じゃあ、早くニいト帽かって。え、何してんのかゆいの ?16 歳年下の旦那がかっこいいっていうことで皆さん見てくれてるのに、この乱れた髪型に皆さん見てくださると思います かゆくてもかぶって <laughs> プロ意識がないというか。えー、姉さんに応募いいですね。ありがとうございます。男性のザラのコーデもお願いします。いいよ、うん、彦さんそのままで。ありがとう、優しくって。いいちょっとかっこ悪くても。えー、ドルくキュン。はは。うんうん ヒコさんお疲れも、お疲れもよあ、でも髪型なんかヒコさんこういうふうにやって、ちょっと貸して、いいち,ょちょっと一回貸して、ちょっとこっち顔貸して。かまんないじゃん。これでいいの。何 <laughs> か触りたいのねえ、勘違いしないで、で勘違いなんだけど、この変な乱れたもみあげを、うん、<laughs> 一生懸命ニコがととかに整えたら。こうやってたら見えないから。 みっとも痒くないのわかるでしょうね、ねさフード被って。<ー>あ、でも、え、こつで、強奪犯みたいだし。<laughs> お、良くなった部屋。ね、なんかさっきの部屋、ちょっと中途半端でやだったでしょ気になっちゃった、私も。素敵な夫婦。彦さんのルーティン動画、絶対、彦さんのルーティン動画見たいんだって。私のルーティン。どこ行かのとろくん、かわいこちゃん。 可愛い顔して凶暴なんだけど。奴隷だとっっお座り。言うこと聞くよ。お座り。お座り,り。お座り。ほら。お座<い>り。お手。ああ<や>なんて天才で、ね。おかえり。えいた。かまれたんだけど。<laughs> かい。 ヒコさんの言われようが面白すぎて。いやだってせっかく16歳たのね男の人と再婚したからずっとかっこよくいてほしいの。でみんなもあの私の旦那だけどお人だけでかっこよくいたいほしいじゃん。だからちょっと乱れたりすると私もちょっとさみんなも見てるしちょっとそこはさあのかっこいいヒコさんに行こうよと思ってる。そうじゃないとヒコさんの真似したヒコさんがよ かっこ悪い彦さんだったらただのさかっこ悪い人じゃんかっこいい人がおじいさんの真似すんのがいいわけよかっこ悪い人がおじいさんの真似したところでーああそうなんだうしないかなんえ何してんだろう えっと何、なにヒコさんのセロイヘア好きで、あ、パクセロイのヘアやったよね。えー、っと、髪型つながりで、昔ニカさんがエクステ頭痛くなって、ライブ中ひたすらエクステ撮ってなりましてね、あんた。もう耐えられなくて。実家に25年前から20年前のキャンキャン、大、ちょ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 、何してんの大事に撮ってます。うん<ー>。嬉しい。それ、写メ送って、DM で。藤原のりかさんもモデルさん時代、懐かしいですね。 うちはひこさんのおめえさんの言い方真似、お前さんの言い方真似してます。トロんかわいい。ひこさんの趣味、動画、懐かしい、エクステ断髪式。にかさんの気持ちわかります。わかるでしょトロ君かわいい。結構前に10番でお二人を見かけましたが、オーラがありすぎてお声かけできませんでした。うん、声かかけてください。トロ君じ、ひこさん、情熱大陸。え、どういうことトロ君かわいすぎる。トロ君どちらに、ね 懐いてますか私です。わかるけど、彦さんは彦さんだから何しても大丈夫。優しい。もうこれは特別なファンの人ですよ。ヒコさん、そんなね、特別なファンの人の言葉に甘えちゃだめよ。ねなんで叩くの叩いて。暴力禁止。叩いてない。いない今、グーで顔叩いたじゃん。向かってきたこの子の美男子の顔が乱れちゃうから。ええ、いいいいってやってるから向かってかわいそう、今、グーでぶたれて 可愛いこちゃん、かわいこちゃん,ちゃんヒさんはヒコさんだからねか無理してんだよじゃあハウス入ってとろ <laughs> ハウス入って蝶々踏んですぎだ、の <laughs> <で>ーとろくんユーチューブライブ、インスタライブよりあったよな話ねえ、このセーター高いんだよとろ、トロずっと噛んでるけど んだってトークもハウス入っといて、はい。ハウス入っといて。ハウス、お菓子あげるから。お菓子って言いました今。まだいい 今ママはおかしいって言いましたみたいなトロ君癒しトコみんなの癒しニカシャオ夫婦ニカシャオファミリーのトロコみんなの癒しトロコ何してんのトルコこれプラダの靴下のもの,のやめてトロコの歯磨きは旨なアキレス腱に食べてあ今の見せてあるあれです ひこ <laughs> さんサーフィンしてますかしてます。 トロ君ってすごい頭がいいんですよ、ね、みトロ君のコーデ動画確かにトロ君洋服増えてきたからね。<laughs> そうそうそう。トロ君ね、爆買い BBA にね、のね、あの、飼い主にふさわしい服とか買ってた最近。トロ君、そっち行かないで。動画撮ってほしい。 サーフィンのですか誰が撮るの、ね、ニカが来てくれないからね。だってあんなの潜ってる間誰が撮るのね、買ったよね。潜ってる時に使っていいカメラなんて言うんだっけ ?GoPro? うん。あるよ。ニカが陸から撮ってくれればいいけど。陸からあんな遠いとこ行ってんのに、うん、どうやって近い。あ、でもみんなが見たいって言うんだったらいいけど、本当にそれ再生回数さ、みんな見てくれるかなサーフィンだけじゃないよね、全然。 湘南行ってランチしたりとかああ魚定食食べてねどこ行くの彦さんまだだいぶしてないねみんなはと <laughs> えっ出方誰かなんか 一緒にサーフィンしてくれるさ、人でなんかさ、サーフィンを撮ってくれる人っていないサーフィン、海入ってる人でサーフィン取る違うじゃん。だって、私が沖で撮ったところですごい豆粒みたいになんないでかえ、撮り方教えてよ。ハワイ動画めっちゃ楽しかったです。あれかな、エヌメスの担当したヒコさんがアラモアナの女性から連絡とかありますかないです、全く。 えー、ニカさんも、スウェッ、ウ,ッスウェット着て動画撮る。ウエットかなトロ君は抜け毛多いですかポメちゃんどんな感じかし。なんか、思ったんですけど、あ、まあ、サルキだったんで、サルキの前は、えっ、ー、と、赤ちゃんの毛がゴボって抜けたんですよ。で、今は、サルキで毛がなくなって、お兄さんの毛が生えてきてるから、あんまり家で毛とか、 なんかポメちゃんってもっと大変なのかなって思ったけど、うん、そんな大変じゃないよね翔平、うんうん。ちょっとあっちももうちょっとちゃんとやって。うん、あのー、なんか垂れすぎてないですか毛布がちょっと。 サーフィンめっちゃ難しそうでした。前に行って Q の中岡が挑戦してて、サーフィンなんて怖い。私なんて絶対無理。もうあんなことやったら死んじゃう。 撮影はだって <laughs> できないみんな私ができる範囲でのアドバイスもらっていい <laughs> そんなこと私できるのはどっちかっていうと私取られる側よその取る側は全く詳しくないですので ライ,ブのさライブでこんなに見てくれたのは初めてじゃないうんまあトロキサスも増えてるからね。うん、あひこさんまた髪の毛耳にかけて。私ひこさんの髪型にうるさいのいつもこうやって直してないとし。私うん。こうて直して、でここを買ってほしいわけよ。でもそのニカのコロがね、うん、古いのよ。何古いって。<laughs> っだからテ t i クトックのあの子たちみたいなコムドットみたいな髪型にしてよ。しようとしてんの ここだったらね、もっとね、脇目はここだよ。まだ短いのよ、こっちは。違う、あれはね、こんぐらいでいいのよ。でそこまでいってないの。いやー、でもコムドットの髪型似合わなそう。ひこさん。前やってたよ。田中くんのところで聞いて。て田中くんの髪型よ、要は。きってたじゃん。 さんがコムドットの髪型なんてしてないじゃんしてたってどんな何ヒコさん被害妄想すごくないあですぐパンはかけちゃったどれ <laughs> これじゃない。あもうき美容院行きなよ。マクセルイのやつはあれ見して。あ私が好きな髪型みんな見してこれ。すく好きじゃないん私これ。<laughs> 見して。これ。これこの時のヒコさんかっこいいま。まだ長いね。 私が好きなのに、うん、私が好きなのに、ああ、嫌いみんな見して。やってんじゃん。じゃあみ,みんな見して。嫌い。嫌い。嫌い。<laughs> 私も飲まり波に飲む。サーフィン気持ちいいですよ、皆さん。ひこさんの髪型で私が一番好きな髪型は、あ、ひこさんの時なんかこういう髪型の時やとはみんな覚えてないこれやだ。まあ、これも爽やかだよね。 なんかね、今ね、髪あの、あるじゃん。うん、美容室に行ってないボサボサ感。みっともないか彦さん最近こういう帽子かぶんないね。うん、車で運転できないから。あの、先ほどコメントいただいたらこれじゃないですか。パクセロイ。 買って良かったバックランキング使わなかったランキングしてほしいああ、確かにくつろぎタイムあ、確かにそれやろっか元気です、はい、こんばんはうちも年の差夫婦ですいいですねパーマ似合いそうですねでもねあの、ニカがあまりで確かにこの時コムドットの髪型なんだけど似てんじゃんうわ うん奥さんかわいいです。えです。質はもういいやと思って、うん。え、に、私が一番商品の髪型で好きなのか。これちょっとこういう時もあったね。うん、こういうんじゃなくて。質はもういいやと思って。うん、なんかやせん <laughs> なんかラッドウィンプスみたいじゃない。ラッドウィンプスって見たことあるのあるよ。 私が好きな子に。ヒコさんってどうしてヒコさんなんですかヒコ<あ>さんはヒコさん。ゃジェネレーションギャップってありますかあんまりないです。<あ>夫婦で。この頃のヒコさん好き私うん。それはね、結構長いね。伸ばしてよ。もう伸ばしてるじゃん。伸ばしてるのにこうやってキレキレ言うじゃん。今皆さん言ってましたよね。ヒコさん、この時ほくろついてる。 えー、夫婦でできる企画ってありますか基本夫婦でやってる企画です。あの、YouTube に関しては、ニカっていう、モデルニカっていうよりかは、ニッカ小夫婦っていう夫婦でやってることが多いですね。はい、奥さん、すごくかわいいです。ありがとうございます。えー、短めヘア似合います。ありがとうございます。お兄さんは競輪選手って最近知りました。私の多いも競輪選手。えー、そうなんですか。 誰だろう二箇所夫婦の自己紹介してください。チャンネル登録します。ありがとうございます。ありがとうございます。16歳夫婦で。16歳歳夫婦で、えっ、ー、と、私が、えっ、ー、と、46歳なんですけど、18歳の頃から、えっ、ー、と、雑誌のモデルをやっていて、で、えっ、ー、と、ずーっと長く仕事をしてるんですけど、結婚、離婚して子供が一人いるんですけど、で、シングルマザーになって、えっ、ー、と、今の旦那さんと知り合って、 えっと、今、夫婦での活動は結構増えています。で彦さんはあ、彦さん、自己紹介してじゃあもう ?30 歳の時から。<laughs> 30歳です。彦さんって呼ばれてます。<laughs> 奥さん、すごく若いです。私、46歳なんですよ。えー、この人が30歳なんです、えーえー。彦さん、パーマメントヘアガンです。<laughs> ね <laughs> 自己紹介してのな,なんか、あるじゃん、<laughs> カメラマンですとかさ。 ニカさんの声好きなんですよ。うん、ありがとうございます。アニメ声じゃない私。よく言われる。うん。子供は基本出ないですあの NG です。あの本人があの嫌がってるので NG です。ニカさんってとっても素敵な声されてます。いいえ、ありがとうございます。 アニメ声だと思うんだけど、えー、カラオケダーツボーリングああ負けたしはねええー、負けたしは勝手にチャンネルプレゼントそれ二かしか得しないじゃん <laughs> 確かにすごいじゃん200人だよお酒は飲みますゆかさん声優ね 毎日飲みます。競輪選手にならなかったのですか目指してたんですけどね、受かんなくてやめました。やめましたね。出会った子供ももう一回目指そうかって迷ってたもんね、うん。お二人の雰囲気やファッション好きです。髪型も含めた秋冬のスタイリング動画をアップしてほしいです。確かに。じゃあ、美容院に僕行くんで、その動画も撮ります。 美容院って美容院じゃないんだよね、僕が言って。あの美容院面白いからアップしたらいいですよ、YouTube って言われそうじゃない。うん。金ンさん、これで髪切ててください。<laughs> 花子ちゃん、んゃんがさっきからトドくんのおやつ代とかいっぱいスパチャしてくれてありがとうございます。花子ちゃんのお昼ご飯がなくなっちゃうから。 お風呂上がりのおるのみ石飲んでますかオロポのことじゃないうん。最近飲んでます。ヒコさん、ね、ワイルドです、だって。あのー、オロポが発祥のうちのね、アダムとイブっていうサウナがあるんですけどね。えあそこが発祥なのそうだよ。西麻布に。<laughs> そこによく行くんでね、そこで今、爆読みしてます。 マイルドだってありがとうございますヒコさんの、まあ、見たいでもね、ちょっとね、美容師を今探してるんですよオロポね、めっちゃうまいよ まあこ夢を諦める決意はどんなタイミングでできますかタイミングはないですね。もう自分で僕の場合は怪我っていう理由にして諦めた感じです。でもなかなか諦めきれないよね、自分のやりたいことって、うん。もう自分の落としどころを作るしかないと思います。 出身は千ヶ崎です。ということで、そうそう、1時間経ちましたね。はい。ということで、1時間経ったので、皆さんありがとうございます。あの引き続き、<た>あの動画を あの、じゃんじゃん、あの、上げていって、たまにこういう YouTube ライブをね、うん、するの、今日いいなって思いました。あの、そしたら、あの、皆さんと、なんか、 あんまりチャンネルが一人よがりになっちゃってもね、困るから、やっぱりこういう、あの皆さんとの交流の場を増やして、あの、ちょっと例えばあの声を聞いて、私たちもチャンネル作りしていきたいと思いますので、はい。あの、たまにはね、やっぱりこういう YouTube ライブも必要だなって今日すごく感じました。そうですね。うん。なので、またやりたいと思います。で、今週は多分木曜日か金曜日にそのファッション系のものが、 1>, 1本上がると思います。で、来週は結構面白い企画が上がってくると思うので、皆さん引き続き2か所夫婦の応援をよろしくお願いします。あ<ー>そして、はいじゃなくて、お前さんもよろしくお願いします。<ん> <laughs> コメントがいっぱい来てるからね、最後に。そう。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。チャンネル登録も。であの、チャンネル登録に関しては、えっ、ー、と、あれですね。 あの、皆さん、周りの人にお声掛けしていただいて、12月の、あの、ところで、ま、目指してますので、はい、あと2000人ね、皆さん、なんとか皆さんのお力も必要ですので、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。はーいそれでは皆さん、ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ